識は資格じゃなくて、じゃあ厚みはどうなりますか。厚みが一番大事。どうだった、パパの蕎麦作るとこ見て。上手だった。また作ってもらったらいいね。そうすればもうやっぱり自分でっていうか自分のものにならない。